緑の車、青い車、赤い車。わあ、たくさんの働く車が黒い箱の中に入ってるね。車の名前と仕事を一緒に勉強していこう。最初の車は赤い救急車。救急車の中には治療のための道具が入ってるんだよ。そして病気の人を病院に連れていくんだ。緊急の時に救急車を呼ぶことができるよ。行け救急車、救急車。次はトラクター。このトラクターは野菜や動物などを運んでいくことができるよ。行けトラクター、トラクター。これは EV カー。電気で走る車だよ。EV カーはガソリンじゃなくて電気モーターを使って走るんだ。EV カーは電気を充電するときにチャージングステーションを使うんだ。行け EV カー。EV カー。これはモンスター消防車。普通の消防車に比べてこのモンスター消防車は大きいタイヤがついてるね。強くてパワフルに見えるね。行けモンスター消防車、モンスター消防車。これははしご車。はしご車はとっても大きいはしごがついてるんだ。このはしごは高い建物に届くくらいすごく長いんだ。行けはしご車、はしご車。
次はモンスターカー。このモンスターカーは大きいタイヤが4つと1つ予備のタイヤもついてるね。デコボコ道でも運転することができるよ。行けモンスターカー。モンスターカこれはカーキャリアトレーラーだよ。このトレーラーはたくさんの車を同時に運ぶことができるんだ。小さい車をこのトレーラーの中に入れていこう。黄色い車、ピンクの車、よいしょっと。2階には赤い車、緑の車、青い車。行け、カーキャリアトレーラー。カーキャリアトレーラー。たくさんの車について学ぶことができたね。また見てね。